転しようか。もうええっけそれ。これからさドライブ企画をやると思うけど、もう一回そのくだりやで、ね、ええってもう、もうええ、ね、でもこの前なごみさ、ゲーセン行ってさ、あのあれやるやん、車走らすやつ、ゴーカートな、うん、あうまかった、うん、俺もう周回遅れにしてるなごみのこと。せーの、こんちゃす、どうもなごみです。かくです。なこなこです。じゃあはい、というわけで、まあちょっと今もうすでにね車で、うん、まあ今日はコウ君が運転してくれてるんですけど、もうさみんなあの飽きてるっしょね、もうみんな飽きてるねそのくだり、なんでちゃうねん免許取って。はい、今日は、うん、ノープランドライブデートです。はい、まあ、なんかいつもはさ結構ここに行くためにドライブデートしてとかよくあってんけど、うん、そうそうそう、もう今日はほんまにもう全く何も考えずノープラン、そう何も考えずに、だからまだ行くとことが決まってないねんけど、そうだからたまたまあのお台場行こうかなみたいな、決まってるよ、うん、そう、まあお台場たまたま無計画で行こうかなみたいな、決まってるよ、なんなんそのいきなりステーキなんだよ。いきなりお台場みたいな。そうそう、いきなり道路走ってたらお台場ついてたみたいな。まあちょっとほんまに無計画で、まあ、ノープランで行こうってなっててんけど、うん、あのカメラ回す直前に決まっちゃったっていう、どういうか、そうそうそう、さっき、まあでもとりあえずお台場行ったことないから、お台場、まあ、向かいつつなんかこうドライブスルーとか、うん、なんか適当にいいお店とかあったら入りたいねっていう感じです。はい、はい、でもあとどんぐらいで着くんやろう。あ、やばい、5時や今、うん、なんでなんで、ごめんごめん、なんで、え、5時無計画。いつも俺たちあの夕方からドライブになっちゃうんだけど、これ無計画、うん、無意識、え、無意識、うん、これ無意識な、いつも夕方でもいつも、え、今日ちょっとあれじゃん、天気悪いだけじゃん、じゃあ天気悪いだけじゃん、もうあの日落ちきてんねん。まあどんどん夏だってきてるからまだ明るいけど、冬やったらもう企画倒れしてんねん、ボツやねん、シンプルに夕方やん、しかも今日冬の手で来てんけど、だから服装もちょっと冬で来てんけど、冬やったら真っ暗ないよ、てかもう5時から、しかも今日タケル天心の追加記者会見あんの、もう最悪、もう始まってんで、え、もう始まってるね、マジで、あ、じゃあ中身が実況下げるわ、予想で、じゃあ片手で見るわ俺、じゃあ捕まるって、ちょ、原点やん、あの、え、あのさ、メガネさん、なんか行きたいとこや、え、知らんねんけど、あの、なんかパリスミキ、メガネのミキの豪華バージョン、パリバ、パリバージョン、パリ使者天心の試合をチケットを俺はつながりで取るために YouTube 始めてる。タケルさんと天心さんな。じゃあタケル天心って言うねん、もうその試合はもう言うねん、天心タケル、タケル天心っていう。バーサスの前に3入ってる。バーサスでないねん、ないねん。この前さ俺さタクシー乗っててさ、うん、タクシーのその運転手がちょっとどんくさくて、うん、なんかナビ見んねんけど、うん、結構ギリギリで車線変更したりしててさ、おるやんおるやん、いきなりボアみたいな、うんうん、それであのいきなり車線変更してさ、うん、で後ろの車めっちゃギューって止まっていきなり、うんうん、でその車線変更するやん、うん、次横車線にくっつけてきてさ車がめっちゃ窓開けて、そう窓開けて、おいお前危ねえんだよみたいに言われてんねん、タクシーの運転手、俺後ろ乗ってて、うわやばやばみたいな、普通なんかさ中身らってさタクシーの運悪くない、そう、え、でしかも2回ぐらいさタクシーさ捕まったやん警察、そうで、そう捕まってたこともあるし、しかもそのやつまだどんくさいからまたいきなりなんか急停止かなんかしてもうて、急停車かなんかで、次また後ろの車横を通り過ぎる時に窓閉めたまま、うわっ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 、いやマジでお前NHK のクインテッドみたいで口上げ出てそれは絶対言うぞ、だからマジあの窓閉めてるから何言ってるかわからなかったけど、うわークインテッドみたいな、俺らに向かって言ってて、いやークインテッド歌ってたっけ、そうそう、え、分からん、でマジでその運転手めちゃくちゃブチ切れられてて、そうめっちゃ申し訳なかったけどちょっと面白かったな、うわこいつやられ、こいつ怒られてるみたいな、学校のさ説教最低コン見るやつみたいな、普通にこいつ怒られてるよみたいな、そうやってブチ切れってさ、そういうんで煽り運転ってあるからさ、でも運転って東京近20回ってほんまに性格出ると思う、わかるわかる、うん、じゃあこうくんとかもさ、もうなんかあったらすぐ、ま、もう乗り出してさ、俺マネージャーに言うやまくいんってって言う、やまくいんって言ったよ最後、俺後ろ誰かに操られてる、口パクパクしてる、最後ゆがいのクイーンって言ってるもんさ、結局じゃあ番組 NHK の番組の話だそれ、でもやっぱりさこう荒さとかさ出るやん、確かに出る、名古屋の性格で免許を取っちゃっていいのかどうかっていう、名古屋マジ短期やん、ガチ短期やん、ガチでガチでな、そんなイメージやめてくれ、マジで短期じゃないし、煽り運転する性格の人やなんかあんねん、マジであんねん、あのな、じゃあ今週、ガチそうだからって言うな、じゃあ今週前にさアンケートってあんねん、うん、なんかその性格診断みたいな、うん、で運転向いてるかみたいな、多分なごみ1やねん5段階中、じゃあほんまにさそういう
え、ガチ短期やん。じゃあもう印象操作やめて。印象操作じゃない。俺もう約4年半ぐらい付き合って、うん、もう分かってるなごみが短期だな。知ってるから。短期じゃなくない？短期。え、絶対短期じゃん。いや、お前それはお前さ。ちょっと待って。おい、おい、それはお前しらこ。え、しょうみ、しょうみ、しょうみ。ちょっと待って。じゃあ長期か短期か、どっち？なんだ長期。なんだその講習受けるときにさ、期間みたいな。いや、それはもう短期やんな。なんで短期やと思う？で、いろんな人と会ったとき、稲子めっちゃ鼻つくから、もう街出て帰ってきたとき、いろんな人のやつが鼻ついてんの、もう花粉症みたいに。バリバリみたいになってる。いや、マスクしたら優しくなると思う。なんかイライラじゃないや、多分人のことめっちゃ観察しちゃうねん。だから人の仕草とかめっちゃ見ちゃう。 で、まあ結果イライラしちゃう。イライラしてないし。それは知ってる。でもさ、さくらもうちってってるくない？てか、そうやねん。あのさ、俺中目の行きたかってん、東京来たから。え、中目ってさ、あの、あれあるん？屋台みたいな。あ、多分な、あるっぽいんよ。けどさ、この前雨降ったよ、2日3日ぐらい。あれでマジで散って。え、だってまだ4月の上旬やろ。え、だってさ、TikTok で流れてきた中目黒の川がもう真っピンクやねん。桜が落ちて、もう真っピンクの川が流れてる。それはそれで綺麗や。綺麗やけど、もう終わってるってこと。だってさ、え、もう散りすぎて、なんか冬のさ、木みたいになってってる周りが。秋やで。え、もうそろそろさ、イチョウ咲く。夏どこ行った、うん、ね、今年の夏どこ行く？なんかどっか行きたい。ヒルクライム。ヒルクライムおったん？今年の春はどこ行こうか、今年の夏はどこ行こうか、秋も冬もどこ行こうか。どこ行くねん、結局。優秀不何回。え、なんかドラマ撮影してたで。してた。誰誰誰おる？誰おる？一回止める？いいじゃん、それ密着してもいいんちゃう？何の密着だ、分からんドラマに密着してみた。ほんまにさ、夏どこ行く？え、てか、夏？うん、前し、俺朝活したいね。うわ、わかる。朝、湘南行きたいね、俺。うわ、わかる。今日も5時から朝始まったけど。これ、あの、夕方5時です。あ、朝5時の話してます、ごめんなさい。12時間さあります。AM と PM で違います。夕活じゃないね、俺言ってる。夕方からでも、これ、あの、好んでやってるわけじゃないね。ラグラは、夕方からでもこうやって一日楽しますよ、楽しめますよっていうチャンネル。それをみんなに届けるチャンネル。え、それただのさ、怠惰チャンネルじゃない？違う、夕方からこんなデートプランができますよっていう。え、ていただくチャンネルではない。朝から行くんが楽しいんで、そう、いちいち長くて。朝活してみたい。なんかやっぱ朝日とかさ。で、そう、朝行ってでも眠いわけや、やっぱり。一、うん、回着いたら昼ぐらいまで寝ちゃうよね、多分。え、絶対そうじゃない？みんなそうで。で、開始が結局夕方の5時になっちゃうね。寝すぎて、ね、12時間寝たやん、そこで。そで、結局夕日見に行くっていう、朝日じゃなくて。でもやっぱさ、こうやってコロナでさ、2年間まるまる夏がなかったわけでしょ。そう、いや、今年は俺バチバチ鍛えるから、マジで。え、海だっていつから行ってない？ほんまに2年前。行ってないな。プールとか行ったの、うん、2年前とかやん。キャンプとかもしたいなって思うけど。確かに、うん、今年の夏はだからそういう Vlog 撮ろうか。夏、四万十川とか行く動画、川のキャンプとか。あ、いいな。ありやん。で、魚捕まえてもう自給自足するやつ。そうそう、だからカップル YouTuber と行ったりとかしちゃい、うん、他のけど、おらんくなったか。そっか。ああ、落ち込んでる。やめようか。やめるやん。お腹すいた。マジで今日昼から食えてないで俺ら。それで何食おうかっていう話やね。なんかとりあえずさ、じゃあお台場向かいつつ、なんかあったら。そうだ、ドライブスルーをちょっと探したいと思います。見つけよう。うん、探すわ。ということでお台場着きました。お台場着いたよ。ドライブで来たの初めてやな。そう、初めて。お台場デートってちょっとなんかいいよな、ね、空間って。もう夕日も来ちゃって。夕日ももうお出ましで、海の上に朝日。夕日？海の上に夕日が綺麗にあるけど。どうする？なんかさ、そう、なんかマクドのさ、ドライブスルーがお台場のここ本当に来たとこにあるみたいになっててんけど、ない？多分ないっぽいよな。立ちこかれたから。言い方やめ。降りてテラスとかもあんねん、このアクアシティ。あ、そうなの。そう、なんかテラスで飯食べようか、ちょっと軽く。確かにご飯な、お腹すいたから。そう、マジお腹すいた。他の人たちあれ乗ってる、ループ。ループめっちゃ多いやん。乗りたいんやろな。乗りたい、新しいから。でもさ、コウ君乗りたいって言ってたやん、ループ。うん、言ってない。言ってたし、何の強がり。全然言ってない。でなんかループとかそういう系乗れへんねん。なんで？ここ開けた。ちょっと後ろ開いて。遠いな。消防だ。
投げループみたいなさやつさ乗ってこけたことあるやん。え、何それ。え、知ってるやろ。超重大でなんか体験乗りみたいなやつだ。そう、ループみたいなのを試すあれがあって、ストーリーしたよな。そう、こけた。あれですらバランス難しかった。やっぱり車止めるときはさ、近いとこを探すって感じなの。うん、不安定も当たり前やん。何聞いてもおかしい。なんかみんないろんなとこ止める。頭悪すぎ。気分なんかな。いや、そ、近いとこやろ基本。何を聞いとす。別にさ、そう、上司に聞いた怒られんで、ね、別にそんなさ、なちょっとぐらい歩いてもいいわけ。なんでうちは運転する人そんなに近くこだわんねやろな。私ずっと昔からの疑問。うちのもう動画の尺なんとか伸ばそうと思って、どうでもいいこと聞いてる。うちのパパもめっちゃ近く探す派やから。そうや、昔から思ってて。はい、ありがとう。着きました。で、ゴジャーだったらテクレ天使の記者会見見てからご飯食べに行きます。ありがとう。はい、いただきます。はい、エクシングスに来ました。はい、普段場のもう目の前が、うん、そう、レインボーブリッジ見てもらおう。じゃあ、じゃあ全部吸い込まんでいいで。入管入管交換こんな感じで、すごい交換って言ったで、メニューがこんな感じ。これ何？これポケポケ、ポケ丼とガーリックシュリンプとオムレツとカシソーダで、コウ君は水です。はい、あの、ナゴミにジュース頼むなって言われました。ナゴミにジュース頼むなって言われました。言ってないねんけど。俺だけ水です。え、ナゲだけさ、ジュース頼んでいけば割り勘やんな。うん、絶対多めにあるってよ。これ800円ぐらいだぜ。あと、あ、そう、俺今日財布忘れて。あ、ほんまや。そう、私財布わざと忘れてさ。今日紐できてるやん。そう、足やから。いいよ、運転してくれてるからいいよ、ありがとう。いいから自分、あの、家帰った瞬間請求すんだよ。すの。いただきます。割り払いった。うまっ。うん、えぐい。バリうまい。ガーリックシュリンプ食べよう。うん、これめっちゃ美味しそう。カシス、なんかさ、こういうブルーベリー系ばっか頼んでる。でも美味しそう。それ何？水、水、なんもない。めっちゃ美味しい。飲んで。うん、うん、何食べた今。めっちゃ美味しくない？うまベリーうまーば。中田さん、中田さん、いつでも出てくるナビラの。なんかさ、音楽からしてもさ、カバー来た気分。うん、エクスシングス、うまいよな。うん、めっちゃ好き。ハートだな。え、なんか人によるそのまま食べてもいいし、このままでもいいし、うん、どっちタイプ？このままでいける。なんでここまま食べちゃう。はい、コウ君好きよな、うん、ガーリックシュリンプ好き。ナゲが作るガーリックシュリンプと他で食べてどっちが美味しい？どっちも中立立つタイプだよ。喧嘩したもん。中立発砲できる。この後どうする？何しようか。この後景色でもさ、レインボーブリッジとか夜景綺麗やん。そうなの。全然分かってないけど、なんか観覧車とかもあって。ん、うん、どこにあるの？こっちだから。うん、観覧車乗る。めっちゃデート。初デートぐらいの高校生のデート。めっちゃ美味しい。食べてみて。いいよ。食べてみて。いいよ。じゃあ断るとかないから。あー、断るとか見たことある。めっちゃ残さない。美味しい。最悪。美味しいやろ。ケチャップつけた方が美味しいんですよ。ん、確かに。とりあえず食べるか、このまま、うん、はい、ちょっと一旦車帰ってきます。はい、帰ってきました。見て、駄菓子買った。なんか駄菓子屋さんあってんの。うん、で、何買ったかっていうと、え、何これ、え、どうなってんの。これもちょっと食べてんけど、あの、覚えてる？みんな、これあの、サワーが入ってるやつ。めっちゃ濡れてる。これさ、サワーさ、こう口でさ、食べて食べたらさ、固まっちゃってもう出てくるんだって。ここめっちゃ懐かしいの。見てほしいね。うわ、めっちゃ懐かしいな。懐かしいやん。そう、このさ、じゃあこれ占ってあげるわ。じゃあ、なごみの未来、まあもちろん二重丸、もちろん二重丸です。あ、二重丸すごいよ。二重丸。じゃあこうくんの、うん、こうくんの人気、これ大事。いや、もうそれもう民でもわかるし。こうくんの人気いきます。これな、民でええんちゃう。人気いきます、ここの人気。わかるやん、花丸やろ。丸。まあ、一番微妙な答え。一番丸。あー、人気×。
バツ、バツに落ちた。ちょ、ほんまに深いし。深いってない。どこまでいった深い。第二関節まで。乾かすだ。こういうの乾かすだ。なんで乾かすの？匂いだよ。正直。誰に言わすんだろ、もらん。見てこれみんな、あともうそんな買ってないやん。じゃこのコーラガム、これあの3秒で味なくなるやつやろ。3秒で味なくなる。で、トータル100円ぐらいしかかってない。なんかさ、その夜景が綺麗みたいな感じで、うん、コウくんからお聞きいたしましたので、そう、お台場な、夜景綺麗か、うん、ってかもう今もう夜で、多分あのレインボーブリッジとかめっちゃ綺麗と思うから、ちょっと暗くなったからちょっとそこ行こうか、景色見に行きます。で、まあ、ちょっと夜景も撮影したいねんけど、外がもう暗いから、うん、このじゃん、ギャラクシーの S22 ウルトラで撮影していきたいと思います、はい、めっちゃ外で綺麗に撮れるから。めっちゃ可愛いね、このさ、ちょっとピンクっぽい感じで、うん、すごい軽くて持ちやすいから、ちょっとこれこのまま持ち運んで、はい、撮りに行きます。ミュート君から今日の動画めっちゃいいって返信来た。そう、こちゃんとあれコラボのやつ、そう、おっぱい生活。おっぱい生活の方へ。そっち。しかもちょい前やし。で、制限ついた。めっちゃいい動画ってめっちゃいい動画。よかったよ。あの人使わせてあげようかな。うん、行こう。はい、夜景見に来た。やばない、正面。めちゃめちゃ綺麗。やば。てかなんかさ、クリスマス。これ一瞬さ。早っ。ちょっとこの寒さ的に、あ、もう10月ぐらいかと思ったらさ、もうクリスマスこっちでてんな。早っ。もう春やねん。気分早っ。多分あの、片付けてないんよ。おそらく。片付けてない。すごくない？東京タワーも見えて、あれは何、何橋。あ、レインボーブリッジってあれ、そうやね。すごい。でもレインボーじゃないんや。あ、若干レインボーなんか。ん、まあまあまあ、置いといて。じゃあ、コウくん、ちょっとさっきのギャラクシーのカメラでさ、景色撮ってみてよ。じゃあ、撮るで。はい。どう？めっちゃ綺麗。やばい。まあ、このカメラの良さは、その夜の景色も逃さん。新しくなったプログレードカメラで、夜間でも、まあ今めっちゃ夜やんか、夜でも、まあ、日中のようにクリアで細部な繊細な写真と動画が撮れるっていう。そう、画面今見えてるけど、めちゃめちゃ綺麗。高画質やねんな。なんかさ、こう夜撮ったノイズみたいな感じでさ、こうぐちゃぐちゃってなるやん。そう、全部のライトとかも綺麗に整体にするから、ノイズをその最小限に抑えてるみたいな。で、その多くの光を、まあ今とかめっちゃ光多いけど、多くの光を取り込む大型イメージセンサーによって、その映画セットのようなライティングが、うん、そう、だからもうほんまに映画撮ってるみたいな。だからコウ君は今日から監督です。マジで。でも映画監督、ギャラクシー1台で映画撮れるわけやろ。そう、そう、俺が撮ったもんね、結構映画、これで映画も行こうかなみたいな。スパイやろ。え、台本はどんな感じ？台本はもうキスシーンだけあっていいかなみたいな。言葉いらん。キモ。もうこの景色やったら言葉いらんかな。深く言ってるようでキモい。今アウトカメラでコウ君撮ってたけど、あとセルフィーのカメラとかも進化してるし、あと暗い場所でポートレートもちょっと撮れるから自撮りしてみよう。いや、ほんまや。じゃあうちと一緒に撮んねん。あ、じゃあ俺だけじゃない。で、誰と撮ってんの？東京タワーとのポートレート。そう、一人で来ましたよ。一緒に撮ろう。ちょっとコウ君写真も撮っといてよ。もう動画何分尺撮ってるかわからんぐらい撮ってる。綺麗？めっちゃ綺麗。ちょっと撮った感じのこんな感じで載せておきます。だな、景色東京クオリティよ。で、あの夜景撮影したこのギャラクシーのカメラやねんけど、うん、このスマホがその S シリーズ、うん、S シリーズね、もう一回いいですか。 S シリーズS の S シリーズの2のその S ペンが内蔵されたカメラやねん、うん、そやからこれ普通にこの下あるやんか、この下の部分をここポチがあんねんけど、ポチをピッと押すとででーん、S ペンが出てきます。すげえ。はい。左からスタイラスペン、まあ、S ペンが出てきます。はい。もうこのペン抜いた瞬間、もうこんな感じで。え？こうくん。うん。え、こうくんの、うん、ケツみたいになってるけど大丈夫？お尻やん。お尻やで。な。な。ご？ご。み。かわいい。
なんで俺だけ短冊みたいになったん？なあ、ほんで、なんで俺だけ縦なん？まあ、こんな感じでペンとして使えたり、あとは、Bluetooth 内蔵やから、そのリモコンとしても使えねん。やから、さっきさ、名古屋で写真撮ってたやんか、インカメとか撮ったやん。うん、それを、ここポチって感じで、ポチって押したら、まあ、離れたとこからセルフィーカメラで撮れるんで。それからちょっと離して、これでポチって撮ったりとか。あ、すごいな。そうそうそう、それができる。めちゃくちゃ便利やん。はい、まあ、こんな感じで、ちょっとめちゃめちゃ便利なスマホをゲットしたんですけど、うん、まあ、ちょっと今、ワイヤレスイヤホンとか、うん、ワイヤレス充電器、がちょっともらえるキャンペーンみたいなのもしてるから、はい、まあ、概要なんかぜひチェックしてみてください、はい、はい。ということでですね、まあ、久しぶりにちょっとまあノープランデートみたいな感じで普通にデートしたけど楽しかったよ、今日めっちゃ楽しかった。なんかもう休日って感じ。そうそう、なんかさ予定決めるのも楽しいけど、そうそうそう、こうフラーっと行ってフラーっと着く、まあ、ほんまにいきなりステーキ的な感じでいきなりこの場所が出てきたみたいな感じ。恒例企画にする、いきなりいきなりどこに着くでしょうみたいなどこでもドアみたいなえ、なんかさ番組ありそうじゃない。いやでもノープランデートマジで恒例企画、これ好評やったらマジで確かに恒例企画にしよう、うん、ほんまに、はい、ちょっと皆さんぜひですねコメントでいっぱい反応感想を教えてください。お願いします。ということで今日の動画から終わりたいと思います、はい、今日も動画見てくれてありがとうございまし ました。この動画がいいなと思ったグッドボタンとチャンネル登録とコメントコメントでマジであのこれこういうノープランデートとか、はい、こういうデートを増やすかっていうのこのコメントでちょっと決めるんで、はい、ぜひですね皆さんコメントでいっぱい感想を教えてください。この企画をするかしないかは、うん、あなた次第です分かった都市伝説みたいですということであのハッシュタグなこなこ無断天才等も TikTok でいっぱいお願いします。お願いします。ということで次の動画でバイバーイ。じゃあ帰りも運転お願いします。あのそろそろ免許取ってください。お願いします。